ハニュー・ユズル選手の前姿を称えるロッテの特別なキシリトールガム。ハニュー・ユズル選手の魅力がボトルガムに宿る。日本におけるフィギュアスケートの魔法を体験したことのある人々にとって、ハニュー・ユズル選手はまさに現代の魔法使いのような存在です。彼の優雅な演技、独自のスタイル、そして永遠に記憶に刻まれるような瞬間が、私たちを魅了し続けています。そして、 これからもその魅力は耐えることなく広がっていくでしょう。本記事では、ロッテが2019年に発売した特別な商品、キシリトールガム、グレープファミリーボトルについて探求し、ハニュー選手の魅力を称えます。このボトルガムがどのようにしてハブ選手の魔法を取り入れ、ファンに喜びを届けたのか、ご一緒に探ってみましょう。ロッテの挑戦、ハニュー選手のデザインを起用。2019年12月3日、 ロッテはフィギュアスケートファンとガム愛好者の間で大きな話題を巻き起こしました。その日、ロッテは特別なバージョンのキシリトールガム、グレープファミリーボトルを発売しました。この特別なバージョンのガムは何が特別なのでしょうかそれは、冬季限定のデザインに羽生譲弦選手の姿が描かれていることです。羽生譲弦選手の魅力、舞台裏から表現された。羽生結弦選手はその魅力的な演技だけでなく、 ファッションセンスにおいても多くの人々に影響を与えてきました。彼の衣装は、その季節やテーマに合わせてデザインされ、彼の個性を反映しています。このダムボトルのデザインも例外ではありません。当期限定のデザインとして、ハブ選手は彼の競技用の衣装を身にまとい、凛とした表情で演技する様子が描かれています。これにより、ファンはハブ選手の競技を観戦するだけでなく、 その魅力的な一面に触れる機会を持つことができました。彼のファンにとって、このガムはまさに特別なコレクションの一部として飾られ、彼の才能に敬意を表す方法となりました。キシリトールガム、グレープファミリーボトルの特徴。では、この特別なガムの特徴についてもう少し詳しく見てみましょう。この、キシリトールガム、グレープファミリーボトルは、ミントを控えめにしたグレープフレーバーのガムとして提供されています。 これは、ミントが苦手な人々にも楽しめる特徴的な味わいを持っています。ボトルの内容量は 143g で、想定氷価格は760円前後、税別です。このガムは、単なるお菓子ではなく、ファンにとっては、羽生譲弦選手へのリスペクトと感謝の表れと言えるでしょう。羽生譲弦選手の魔法を味わう。ロッテが羽生譲弦選手の姿をガムボトルに描いた、キシリトールガム、グレープファミリーボトルは、 単なるお菓子ではありません。それは、ハブ選手の魅力を称え、彼のファンに感謝の意を表す特別なアイテムです。このガムを手に取れば、彼の優雅な演技や凛とした表情を思い浮かべることができ、彼の魔法に触れることができるのです。フィギュアスケート界のスーパースターである波ユズル選手が、ガムのボトルに登場するというこの斬新なアイディアは、彼のファンとガム愛好者の心をつかみました。当期限定のデザインは、 季節感を盛り上げ、ファンたちに特別な喜びを提供しました。羽生結弦選手のキャリアはまだ途中であり、彼の素晴らしい演技と個性的なファッションセンスは、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。そして、この特別なガムボトルは、彼のファンにとって、その魅力を日常生活に取り入れる素晴らしい方法となっています。最後に、羽生結弦選手がロッテのガムボトルに舞い、その魅力を広める姿勢は、 私たちにとって永遠に記憶に残ることでしょう。この特別なガムを手に取り、彼の舞台裏から表現された魅力を堪能しましょう。